たします。加藤さんはですね、ヘリコプター歴は確かもう40年近く、小学生ぐらいからやってたと思うんですよ。当時もですね、飛ばなかったヘリを10歳ぐらい年上の方にですね、あちこち引っ張り回されて、なんか飛ばしたという、まあ今で言ったらヘリコプターの伝道師と言われてもおかしくない方ですね。で、まあ、あのテージェントの参加は2012年の第26回にベル412で、参加されて、それと昨年のですね2016年の第30回に EC135 の機体で、今回このベル429ということでですね、全てタービン機で参加されております。まあ、ヘリコプターが飛ばないものとして言っていた時代を知っている人ですよね。そうです。今で言ったら本当にこんなもんなんでいるんだと、コンサーセンターからクレームが来るよね。はい、そうです。まあ、当時幸いなことに調査センターがなくてですね、確かに。だから今排泄管とかでいっぱいいろんなヘリが売ってますけども、あっちって30分で飛んじゃうなんていうのはありえない。アンビリーバルの世界の大の人たちですよね。そうですね。かつて、まあ、ケネンというのを世界があった時に、メーカーの方が、そのヘリ飛ぶんですか、うちのヘリっていうふうにですね、豪語されてたメーカーもいるのをね、知ってる時代の世界です。今ですね、火が入って、ノズルですね、これ火が入っているというのが、そういうレーダーのものですね。火星というのは、エンジンを引き出した火、風を、火が出るのに当てて、動作になっているわけですね。そうですね、エンジンの上に爆発させて動かして、またメーカーみたいに自由に反射して動くことになりまして、完全に爆発した発射品を中に入れてカーブに入れて、そこに当てて、このカーブを動かして爆発させて、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 言いながらもですね、ゆったりと優雅に、なるべく時期に戻ってですね、速度だけの簡単なんですけど、ほどかしたけど、ゆっくりとですね、非常に難しくてですね、加藤さんは非常にそれにかけていまして、やっぱり、消えるヘリは見せるヘリだと。かっこいいものではないということでですね、こうやって日々、優雅にですね、飛ばす人を支えられている方です。プロクラスになってそういう飛びつかできないのか、そういうふうに飛ばしてるのか、微妙なところですけど、まあ、気持ちいいですわね。そうですね。
速度出すになればかなり出ます。ただやはり10秒が20キロ超えているので、あまり必要なものが飛ぶと止めるのが非常に難しくなります。小型のビルに比べると非常にエンジンのレスポンスが正直よくいいんですよ。実はですね、回転するときに機体に対する振動とローカーの振動でいわゆる共振現象というものが発生して、したら地面が硬いとその共振の反動がボディの方に返ってきて、ボディがすごくその揺れ出して飛ばせなくなる状態に陥ります。そのためにその振動吸収のために、芝生の柔らかいところでですね、上げ下げをしているのです。お疲れ様でした。調整がなかなか、ね、難しい時間のない中でですね、これだけよく